こんにちは、カオルンです。本日はですね、いびきで困ってる方ぜひね見てほしい。何度ねいびきで頭が痛くなっちゃう人、そしてね一緒に寝ている方に迷惑をかけちゃってるってね思ってる方ね、自動でねいびきを止めてくれる神アイテム、こちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、いびき対策神アイテム、オーロクネスプロでございます。イエイ。僕のチャンネルではこれまでもねたくさんの睡眠グッズ紹介してきました。横を向いて寝れる耳栓とか、あとは枕の中に入れてね聞けるスピーカーとか紹介してきました。そちらもね気になる方ね、よかったら概要欄に動画のねリンク貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。そして今回はいびきに着目をしてオーロクネスプロを紹介していきます。まずはどんな製品なのか基本スペックから見ていきましょう。どうぞ。はい、基本スペック見ていきたいと思います。まず値段が 15,680 円となっております。ただ僕はクラファンでね買ったのでもうちょっと安く買えたんですけれども、まだね一般販売はされていないです。まだね未定となっていますが、もしかしたらね他のクラファンサイトでやってるかもしれないので、ぜひね皆さん検索して探してみてください。でね、装着の仕方はちょっと喋りにくいんですけど、このねゴムを耳につけまして、そしてね固定した後に顎にね本体をつけます。でね、顎の裏がこういう風にパッドになっておりまして、優しくね接してつけられるんですけど、このつけた後にいびきをかいた時にそれを検知して、この本体からいびきをね抑えるためのね振動を流してこうね止めてくれる、軽減してくれるシステムになってます。そもそもねいびきとは何なのかっていうところなんですけど、いびきのかくっていうのはね、だいたい仰向け、こう空を見てた時に皆さんねかくっていう印象が強いと思います。皆さんの想像される通りで、仰向けで寝ていますとだんだんね首の周りの筋肉が緩んできて、そのせいでね口の中にある舌が落ちてきます。その落ちたせいで首周りの気道が狭くなってしまっていびきになっていくと、そういう原理になってます。そこに今回のオーロクネスプロで振動させて首周りの筋肉をもう一回活性化させて、それで舌を持ち上げて気道を確保するといった原理になってます。さらに中に AI が入っておりまして、この AI が日々のいびきの習慣をね学習してくれます。例えばこの時間にいびきをかきますよとか、一回かいたらこのぐらいの強さでいびきするんですみたいなところを学習しまして、いびきをかく前からねそれを予測してあらかじめ刺激を与えて、もういびきをかいた後に止めるんじゃなくて、もう最初から欠かせないみたいな、そういうね学習をしてくれるみたいです。さらにアプリにも対応してますから、日々の睡眠習慣の中でいついつに深い眠りに入りますよとか、その中でいついびきをしますとか、そしていびきの音もね録音してくれますので、それをね日々見ることによっていびきが少なくなってくることを実感できると思います。1回の連続再生時間は15時間、充電ケーブルはタイプ C を採用しておりまして、1回のね充電でだいたい2時間で満充電にすることができます。さあ、それではね実際に8日間、約1週間ちょっと使ってみたので皆さんに報告をしていきたいと思いますが、ここで皆さんに謝らなければいけないことがあります。ませんいびきを録音しようと思ったんですが、残念ながらいびきの録音ができませんでした。すいません。これはね言い訳をさせてください。どうやらねいびきを僕あんまり書かないようで、ちょっとね書いてたとしても少しぐらいしかね書いてないみたいで、いびきってね認知してくれないみたいなんですよ。ただししっかりね皆さんにお伝えしたい進展もございます。たまたまねこの1週間ちょっとの中でね夜寝ようかなって思ってこれをねつけて寝ようとしましたら、ちょうどね友達と電話が始まりまして、こうね仰向けだけれども首がねこう引いちゃってね喉と接近してる、そういう状態がね一回ありました。そしたらねずっと喋ってたらこう喉が閉まってて、あとねずっと喋ってるのがいびきのね振動だっていう風に検知したみたいで、なんとこのオーロクネスプロから振動をいただきました。振動の強さに関しましては本当に手持ちのマッサージ機、こちらよりもさらにね弱くて寝てても全然起こされないかと思います。
なのでここからわかるのは、いびきだと判断してくれるためにはですね、ある程度いびきをかき続けないとダメだっていうのがね、わかりました。なので今回のオーロクネスプロ、ぜひおすすめしたい方はですね、普段ちょっと書くというよりは、もうがっつりいびきをかいてて結構ね生活に支障が出ちゃってるよっていうね、重大な方にとっておすすめかと思います。あとここからはサクッと気になった点言っていきたいと思います。まず顎に当てるパッドが痒い、連続再生時間15時間、ちょっと短い、2日ぐらいでなくなっちゃう。しかも充電時間、そんなにね、タイプ C だから長くないけど、いつ充電終わったかね、目印見てもよくわからない。そして準備が意外に面倒、本体をつけて装着してアプリもつけなくちゃいけないっていうのがね、ちょっと大変。アプリと連携しててもスマホの充電はそんなに減らない。だいたい 5% ぐらいかな。ただ僕は iPhone 13 Pro を使っているので、もしかしたら 7、8 ぐらい、あとは SE ぐらいだったらもうちょっとね減るかもしれません。アプリでね記録を確認したいときはわざわざ本体をつけて連携しなくても独自で見ることができます。はい、ということで今回はいびき対策アイテムオーロクネスプロを紹介していきました。記録がね取れなかったことはね大変申し訳なかったんですけれども、ぜひねいびきをたくさん書く方はですね、そして生活に困っている方おすすめしたいです。ぜひチェックしてみてください。まだ一般販売はされていないんですけれども、詳しい製品情報を下の概要欄に貼っておきます。ぜひ見てみてください。過去の耳栓とねスピーカーもぜひね皆さんチェックしてみてくださいね。これからも睡眠対策アイテム、音に関してということなので、ぜひね紹介していきたいと思います。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指して頑張っていますので、ぜひね皆さん応援お願いします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。